今日から関東の1都5県で取水制限が始まりました。利根川水系のダムの貯水率はご覧のように50%を下回っているところもありまして、この時期としては過去最低となっています。この取水制限、7月としては19年ぶりです。左側は5月の群馬県八木沢ダムで右側が昨日の状況です。 ダムの上流地域で5月、6月に例年の7割程度しか雨が降らなかったことや梅雨明けが早かったことなどから水面の位置が明らかに低下しています首都圏の水がめとなっている利根川水系の8つのダムの貯水率は満水時のおよそ半分でこの時期としては過去最も少ない量になっています。 このため国土交通省は午前9時から利根川水系を水源とする関東の1都5県で10%の取水制限に踏み切りました利根川水系の取水制限は7月としては1994年以来19年ぶりです